しょっい志望動機ですね実は学校選択とかも刹那的な感じにやっているということですよね。プロ60点取れるって言うんだったら、まあ、普通に日本人が取る場合っていうのはリーディングで押し切るっていうのがまあ多いと思うんですよ皆さんやっぱ東大とか本当ににんかもともと結構やっぱり勉強できる方も多いので結構本気度は少し感じまして受験生版タイガーファンディング。 夢に踏み出せ。では、どうぞ。失礼します。資源者の椅子に座る一人の男。 志望校進学の資金を獲得するべくらえと挑む受験生版タイガーファンディングが幕を開ける、えー、ではまずご経歴をどうぞ佐藤孝明32歳、えー、千葉県に住んでおります最終学歴は、えー、北里大学薬学部薬学科現在は、えー、フリーですあなたの希望する希望金額は54万円でお願いいたしますあなたが思い描く未来の姿は 脳神経内科医となり脳梗塞による後遺症患者ゼロの社会を作りたいですではオールアナシン新しい未来をつかみ取れキャッチ・ザ・ファンドではこれまでの簡単なご経歴を教えてくださいはい一度はしてしまいましたが大学の方は北里大学薬学部薬学科に入学しまして6年間薬学を学びました その後国家試験に一度落ちてしまうんですけれども薬剤師の免許を取りましてその年に大手の調剤薬局に入社しましたそこで2年間働かせていただいてその後あのドイツの方にですねワーキングホリデービザを利用して1年4か月あの滞在しましたで、えー、と日本に帰国しましてあの地元の調剤薬局に改めて薬局薬剤師として働き始めまして でその途中でですね、あの医師になりたいと、えー、決意をしまして、途中でその試験のために退職しました。で、えー、現在に至るという状況です。今回の提案プランを教えてくださいと。今回の54万円お願いしたいんですけれども、そちらの方は、えー、合格した際に入学金と、あと前期分の授業料の方をお願いしたいと思います。佐藤さんは年1 2月の 入試の合格を目指されているということですかね。あ、次の、えー、医学部編入試験を、えー、編、ね、考えております。うんうんうん。多分僕めちゃめちゃ同い年なんですよね。完全なる。<laughs> それはあの <laughs> 分かってました。多分そうですよね。一浪 <laughs>、はい、して2008年入学なんで、僕も一浪して千葉大に2008年入学なんで同級生ですね。やっぱりそのやっぱり話題になるかと思いました。<laughs> なるほど。<laughs> はい。なんで今から医者になろうと思ったんですか。 地元に帰ってきてあの薬局で改めてはあの勉強、えー、と仕事をし始めた時にですね小学校から私あのバスケットボールをやっておりましてその先輩の,あのお母様に当たるんですけれども、えー、その方がです、ねまあ、患者さんとしていらしてであのその方が脳梗塞を発症してであの、まあ、現在もこあの脳梗塞の、えー、再発を予防するための治療をされているんですけれども。 でその方が脳梗塞ってまさか発症するとは思わなかった。で今ちょっとその歩,歩いたりとかですね、まあ、しにくいと。で、あのちょっと再発するのがこ怖いという形で、あの旦那さんと一緒にこう薬局にいらしてるんですけども、えー、某チェーンのコンビニエンスストアにあの、まあ、ずっと昔からこう働かれていて、それであのまあできる限りの仕事をされてたんですね。ただ印象的だったのが、あの棚あると思うんですが、上からこうあるんですが、下の方にですね、 あの行くとこうしゃがまないとあの、まあ、品入れをできないっていう形で、まあ、どっしりこう座ったような形であの品を入れてるっていう姿を見ました、まあ、その時にあの昔そのコンビニで行った時はこうあの縦横無尽にこう動いて、まあ、バイトリーダーの形でいろいろやっていらっしゃったんですけれども、まあ、それを見てちょっと心がこうジーンとこう来るようなあの <laughs>。 ような気持ちになりまして、そこからその脳疾患というものにあのより興味を持ちました。まあそうそれとですね、あの脳あの脳梗塞っていうのはまあ毎年10万人ほどの死者が出ているというもので、まあ後遺症になる人なんてもっと多いわけなんですね。でそういうその上でですね、あの要介護っていうのあると思うんですけれども、まあそれの重症度が高い、えー、患者さんがまあもの原因が一番が脳梗塞なんですね。なそういった今現状がありますので。 でえー、かつあの、脳梗塞の病態っていうのも、まだいまだにそのメカニズムとしては、しっかり解明されてないところもあるので、自分で医学を学んで、まあ、その脳梗塞の予防っていうものを、まあ、自分の脂肪大学の利用になるんですけれども、勉強して、でその身近でそのあの新しい技術をこう学んで,で、それを患者さんに歓迎していき,いきたいなと思い、あの医師を目指しましまたなんか、32歳にしては、しょっぽい志望動機ですねはい。 高校生かと思いましたわ。もうちょっと欲しいですよね。なんか、ロジックというか。本当はどうせ、こんなこと書いといて、医学部出て研修終わったら美容外科になるんじゃないですかあるあるなんですけどね、これ。ちょっと申し訳ないね。まあ、ちょっとこのメンツだと僕ばっかり話すことになっちゃうかもしれないですけど。編入の人たちって、人生焦ってるんですよ。まあ当たり前ですけど。周りはもう10個以上下の子たちがバリバリ働いてる中、自分は、 年取って、まあ、40近くなってから1になるわけじゃないですか。で、やっぱりその、金銭的なものとか、まあ、ご家庭的なものとか、いろんなプライベートの事情っていうのが生じますから、40歳から、まあ、じゃあ、33で受かったとして、研修終わるのが40ですよね。41ぐらいじゃないですか。そっから、後期研修医、まあ、月の手取り、まあ、僕、後期研修の時、月の手取り30万ぐらいですよ。やりますかはい、やります。美容外科医は、年収2200万スタートです。 言われるとまあ今やります。と言ってても、目の前に月収30万と200万並べられちゃうといや。まあそれはってなるわけですよね。まあ、今のね。この脳梗塞の話もありましたけど、まあどこまでそのモチベーションが今は持ってるかもしれないですけどね。誰も別にね。医学部入る時のモチベーションで医者やってる人はいないわけですよね。そういう人の方がむしろ稀で。 まあ新しく医学部入ってから自分の興味ある分野が見つかったりとかはたまたやっぱりその、ね、嫌なところとかも見えてきて違う道を選んだりとかする人もいるわけで、まあ、今の、ね、志望動機としてはやっぱりちょっとまだ弱いんじゃないのと思うし、まあ、その学士編入でまず大学指定するっていうこと自体がもうとんちんかんすぎて受かるわけないじゃないですか学士編入知ってます学士編入の難しししさはいあの今年あの、えーまあ、11校出願しまして であのお恥ずかしながらあの一次試験の学科試験も中科せずに不合格となってしまった経緯がありますのであの、まあ、十分厳しさっていうのはあの承知しております脳神経内科医を目指すため医学部への進学を志す志願者医師を目指す理由に対しドラゴン細いが牙を剥く開始そう怪しい空気感漂うタイガーファンディング一体どうなる もうちょっとちょっと熱意が欲しいですね。ちょっと皆さんからも森哲が質問あるそうなんで。なんで？<laughs> ちょっと待って。え、十一個受けたって言いました？詳しくお伝えすると、十一個出願あの大学の方に申し込んだということで、二校はあの書類選考ですでに落ちてしまいまして、九校は実際に現地に行ってあのまあ二科目型四科目型とあるんですけども、そちらを受験して、えー、まあ落ちてしまいました。 僕は逆にあの薬剤師やられて、まあ、受かられてるんですよね、国家試験。で、はい、薬剤師として働かれ,働かれていて、まあ、一般的には薬剤師の人の年収とかっていい方やと思うんですよね。それを投げ捨てて、あのまあ、編入、受けようとするところは結構本気度は僕は少し感じまして、まあ、僕はその医学部に関してはちょっと、えー、少し専門じゃないんで、余計にそう思うかもしれないんですけど、あの僕はそのさっきのエピソード、すごくいいなと思ったところもあります。ただその えー、お世話になった方というかその知り合いの方ですよねがとその佐藤さんのなんかそれが、まあ、こっちの心を揺さぶるぐらいいいものであればその本気でもなんか伝わってくるんじゃないかなって僕はそっちにちょっとかけたいなって思ったところです。はいえー、と私はあの小学校の2年生から あのバスケットボールであのスポーツ少年団でご存知かもしれないんですけどもそこにあの所属しておりましてでも本当に中学校の時ってまあなかなかその,あのまあその運動をわざわざこうしてでこう汗を流してでこう結構厳しいこともやっぱりあるんですねそういった時にあのまあ大丈夫頑張れ大会まであ,のあともう少しとかですねあ,のあとはそのやっぱりえっとうんですかねまあ糖分が足りなかった時にあの まあそのお菓子の差し入れだったりとかで大会が終わった時にみんなこう泣いちゃったりとかするんですけどもそのまあ大丈夫大丈夫次々とかですねこう声をかけてくださったのがその知り合いの方なんですねあのまたその医薬局で再開された時にその病態の変化っていうものを見ましてあの心がこうあの医療者としてもこう大学でも学んできましたのでまあそれも相まってどうにかしたいという気持ちで医師になりたいと 考えました。わかりました。ありがとうございます。ちなみに虎のためにあのどういう試験なのかっていうのを教えると、えっとお課題はまず作文、TOEFL ですねまずね、t o e f が60点以上、はい、持ってるんですかまず、えあ持っておりません。持ってないんかい。はいはいはい。TOEFL 六十点以上っていうのと、あとは事前の課題作文ですよね。 自然科学系とかの科学、作文と、あとは単位が10単位必要ですよね。もともと大学で持ってる自然科学系でしたっけの単位が10単位。で、その後、それで書類選考を経て、二次試験が英語と生物ですよね、うんはい。はい。で、学士編入の場合っていうのは、生物、ここのお課題の場合は、生物と、まあ、英語とトーフルっていう、まあ、要は3つ大きなものがあるんで、要するに英語の割合がかなり大きいんですよ。 だ要は、学士演入って、医学部の場合は、特に英語と生物、まあ、ですね。この二つが、まあ、すごい重要で、プラス、まあ、難関大になるにつれて、物理とか科学っていうものが入ってきて、もうそこでまず、その、もともと文系だった受験生っていうのは、奮い落とされるわけですね。なかなか新しく、科学物理はできないので。なんで、まあ、こういうお課題だったりとか、そういうとこっていうのは、やっぱ集中するんですよね。あの、要は、間口が広いので。なので、まあ、割と、 まあ理系ですもんね、はい、だけどもそんなに化学物理やって物理は特にやってないですもんね物理は、はい、だから物理をまああの要求されるところは基本的には受けられないですよねはいただあの物理といってもあの高校レベルだったり大学レベルあるんですが、はい、まあ高校レベルに絞って出てくる大学もありましてでかつあの物理が出るとは言ってもあの自然科学総合問題ですので、まあ、4四5 0問の中のまあ5問から10問出るということなので あの私の知り合いの合格された方によると、まあ、全部は正解することはもう想定できないということであまりその差はつかないことが多いっていうことです承知しましたじゃあそれでトーフルの話をお願いします受けたことあるんですかトーフルは,トーフルはあの受けたことがありません受けたことないんですか <laughs> <laughs> 受けれないじゃないですか <laughs> じゃあ受けれないじゃないですかあのあこれからその受けていこうと思うんですけれどもまあ 今年受けなかった理由はですねトイフルを必要な大学が学士編入試験の大学の少ないんですね23校だったりするので私はトイックのトイックは持ってましてトイックの方で受験すれば十分先ほどもお伝えしました11校は受験することができたのでそこに集中して受験しましたじゃあ岡山大学の医学部医学科に行きたいと思ったのはその 今年受けた後ってことですか。そうですね。今年受けた後に、あの、まあ、二年目になるということで。改めて、その、トエフルを受けることで、まあ、受験、あの、受験校も増える。 ということになります。で、そうするとあの岡山大学っていうのがあの候補になってきまして、でその詳しくちょっと調べてみるとあの自分と自分のその今までのその薬剤師っていう経歴等をですね考みて、親和性があると思いまして岡山大学の方を第志望にさせていただきました。結構じゃあ実は学校選択とかも刹那的な感じにやっているということですよね。なんかさっきそのいろんなストーリーがあってこうこうこうでこうだから。はい 岡山大学医学部なんだっていう。まあ説明を僕は聞いていてまあ、ちょっと厳しい表現ですけど、なんか結構僕は言葉が上滑りしてるなという感覚を受けたんですよ。岡山大学の薬理学科にどうしても行きたいというよりは、どイツ医学部に行ければ何でもいいということなんですかね。えとですね。えー、まあ、私の目標としては、あの脳梗塞の後遺症の患者さんをどうにかしたいっていう気持ちですので、まあ、通過点は確かに。その大学っていうのは？ あのまあ、どこでもいいというとあのちょっとあの私から言うのはおこがましいんですけれどもあのただその岡山大学はあの脳,脳神経内科教室にです、ね、今年退,退職されてしまったんですけれども阿部浩二先生っていうです、ね、世界でも有名な脳保護療法っていうです、ねえー、脳卒中の急性期治療で用いられてるあのあの治療があるんですけれども、まあ、そちらを開発された。 方がいらっしゃいまして、でその方がいらっしゃることによって、あの脳卒中の研究があの詳しくされているんですね。まあそういったところに私親和性がありますので、あのまあ、トイフルはその受験してなかったのであのちょっと見ていなかったんですけれども、まあ、実際こう見てみるとあこんないい大学があったんだということで、あの今回あのあの試験終わってからですけれどもあの志望させていただきました。 その受けた11校,の時11校なのか11校なのか分からないですけどそその時の時はどういううい動機だったんですか、まあ、そうですすかねあの本当に乱れ打ちという形でとにかくあの1年目ですのであの合格者の方にもちょっとあのアドバイスをいただいていたんですけどもあのとにかく受けろということであの受けてきたんですねただ第一志望としてはあの他の大学がありましてそこも脳卒中の研究をされているんですね。 で前提として脳卒中の研究をされている学部編入試験をやっている大学が少ないんですね。なのであの自分が一番この行けるっていう大学を選んで受験し,してきました。そこはどこですか。どこ大学ですか。大大地元の大地方。大地方は滋賀医科大学というところでした。でその時もでも同じ研究をしたいって言って出したんですか。 同じ研究、脳卒中、はい、の研究をしたいということで賀、まあ、外科大学さんは脳底管流っていうの脳の,、えっと、の血管の細い血管が徐々にこうですねあの拘束されていくっていう症状があるんですけどもそれのマウスモデルを初めてあの、えー、と開発された方がいらっしゃいましてでそ,の方そのマウスを使って、えー、とその脳梗塞の病態をうあの病態をあの えーと研究されている方もいらっしゃってでそれがものすごく興味がありましてあの志願させていただきま賀医、まあ、科大も多分素晴らしい研究なされていると思いますし、まあ、岡山大学も当然素晴らしいと思うんですけどそれもともと受かる可能性が一番高くてそこを死亡されたのであればで別に自分にもマッチしているということであればそこをもう一度来年チャレンジするってこともあると思いますしそもそもトーク受けてでも。 岡山がいいと思っているんだったら今年も本当はそこをチャレンジすべきだったのかなとも思うしその辺のちょっと一貫性に関してはご自身ではどう考えられてますかはいえー、っとですね市外科大学の受験科目があの4科目型っていうのでその物理も入ってきますので私の苦手な物理が入ってくると、まあ、基本その大学現役の方も受けられたりするので、まあ、その方々にちょっと負けてしまう可能性もあるということであの岡山大学の方が2科目ということと あのまあ、ト e フルって、まあ、英語なんですけれども、まあ、ト e ックで今715点持ってますのでまあその60点は超えられるかなとは思って、えー、岡山大学を考えておりますいやトエック715点じゃト e フル60なんて無理ですよねどう考えたって <laughs> 全然無理でしょただそのト i ック715点持っているっていうのはあの3か月勉強してあの500点から715点にいったんですね ただ715点止めた理由が、TOEIC の必要な条件として600点以上ということで、715点取れたので、まあ、そこでやめて、もう受験に切り替えようっていうことにあのしたっていう経緯がありますので、あのまあ、ここから頑張れば、あのえーまあ、十分足りるかなとは私は思ってますあいつから勉強は、その対策はされてるんですか、今年のの。受験勉強の対策を本格的に始めたのは、はいえー、昨年の12月からです。 うううんうん、うん。昨年十二月からはいあじゃあ結構そうですねまあ一年経ってぐらいはやられてるんですねはいはい。で今回のそのなんか仕事を辞められた理由っていうのはまあ医学部編入試験自体が集中するんですね八あの九月十月とですねなのであのそれに集中するためにああの、まあそのまそ上司の方とこう相談してあの勉強に集中した方がいいよっていうことであの温かくあのえっ、ー、と送り出していただきました ちょっとごめんなさいね、えっと、ど素人の質問、視聴者のためにしますね、あの受けられた11校というのは当たり前に国公立だけですかはい、国公立になります。すね、細谷さん、あの私学というのは編入はないんですか、まあ、東海大学とかあの、はい、やってますあの、柔道の金メダリストの方とかが編入されたりしてると思うんですけど、はい、これは、えっと、授業料が高額だから、国公立か花から受けるつもりがないっていう話でいいですか。あそうですねはい じゃあ今回も、えー、と岡山大学を含めて国公立だけを受けけるという国公立だけですねです、まあ、そもそもその私立の受験校が、はい、東海大学とあの北里大学ともあともう1校くらいしかないので、うん、そもそもあの、まあ、なかなかその受験をするのはちょっとしにくいというところ基本的に受ける層が全く違くて、はい、まあ基本的に実家が太いか、はい、まあ,あとはご自分で授業を成功されている方しか、まあ、基本的にはその私立の学生には受けられない。はい でまあ、普通のもともとサラリーマン、こ薬剤師さんとかっていうのは国公立をもうあのつつうらうらじゅんぐり受けていく、もう本当にローラー戦法みたいな感じです。ちなみに、えーと、もう1回医学部を最初から受験するっていう選択じゃなく編入するのは、年齢的な問題が一番大きいんでしょうか、はいえーと。一般入試を選ばなかった理由としては <laughs> やはりその、えー、と今ですと共通テストがの点数が物のの言うっていうところがありますのであの、まあ、今からっていうか、まあ、その短期間であの勉強して、えー、その高得点を取るっていうのがまあ難しいと判断しましたしあとはその編入試験であの確かに学力試験も大切なんですけども面接の試験もあるんですね。そうするとやはり医療系の 学部卒の方がそが理由とかですね、親和性とかもあるので、そこでその説得力があることを言えるということで、えー、編入試験のきまを選ば私も、何名かその学士編入でその医学部入られた方、知ってるんですけど、皆さん、やっぱり東大とか、本当に、なんかもともと結構、やっぱり勉強できる方も多いので、あのー、どれぐらい実際、佐藤さんが勉強されてるのかっていうのもちょっと気になりますけどね。 はい、えっ、ー、とですね。えー、まあ、昨年の12月から勉強して、えー、いるんですけれどもまあ、その当時はあの仕事をしてますので、9時から6時まであの働いてました。で、えー、朝のまあ、1時間ですね。朝の1時間とあの帰ってきてからの5時間でまあ、毎日6時間。そしてはその休みの日は？ あのまあ、13時間ですね、えー、勉強しておりまして、でその後、退職した後はあのは、ちょっと今、まあ、焦りもありましたので、まあ、13時間勉強するんですけれどもさあ、志願理由とか、ですねあの先ほど細井先生がおっしゃってたように、そのまあ、小論文等のです、ね、提出がありますので、それにちょっと時間がかかってしまったというのもあって、なかなか進まなかったという経緯もありますが、まあ、ずっとですねあの、集中力切らさずに、えー、やってきたつもりです。うん <laughs> 働きながら6時間とかだと結構やってる方かなとは思うんですけどまあでも実際どうなんですかねそうい受かるんですかねなんかこの今の状況からえっと正直なところ勉強時間は十分その点には納得の表情を見せるトラちただ医学部合格は修羅の道それだけで叶う道のりではない物語は中盤戦ここから どう戦い抜くのか佐藤さんより全然ポンコツでも受かってますお<ー>ぶっちゃけ。なんで佐藤さんはちょっと今話聞いてるとちょっと駄目な部分も感じられるってこちら側は思うと思うんですけどいやぶっちゃけまあその受かる可能性は十分あってもっと全然全く関係ない無名の文系大学とかの方が 生物も二弁して、まあ、よう喋れるっていうのはすごい大事なんですよ、面接で。で、まあ、動機も含めて、あの、面接点すごいやっぱり重視されるんで。で、あとは、たまたま帰国子女だったりするだけで受かっちゃいます。<ー>はい。だから、その大学のレベルとしては、まあ、北里役だから、まあ、そんなレベル高くないですけど、だから、落ちるってことはまずない。十分そのトレーニングをすれば、合格はできると思うんですね。まあ、ちょっとまだ話した感じね、ちょっと、 ウィットが足りないというか、まだ子供っぽいんで、そこがどう面接に捉えられるかなっていう。やっぱり、学士編入って当たり前ですけど、大学出てれば受けれるんで、言うならば20、要は3、4ぐらいの子でも受けれますし、ま,あ、ましてや、あのー、大学出てなくても受けれる大学もあるんですね。2年生ぐらいまでやってれば受けれるとか。まあの、なので、まあ、そういうところで、やっぱり32歳であるっていうことの、まあ、その、やっぱり強みだったりとか、人生経験に基づいた、より論拠のある志望理由。 あるいはその薬学系に属しているからこそ、例えばお課題で求められるものってやっぱ研究に基づいたものって求められますよね。かなりその英語の論英語の問題とかが、ま生命科学やってないとまあまず読めないだろうみたいな文章が出るんですよ。まあ要はノックアウトマウスの遺伝子がどうのこうのとか、かなりその生命科学で研究実績がある人がま読むような論文チックなものが出たりするんで、それできるんですか。 はい、えーとまあ、薬学部卒ですのであの研究室に配属してあの研究する上で論文も読んだ経験もありますしあとはやはりその医学部ということで医敬の,そのやっぱ論文とかも出てきやすいんですね、まあ、そういったものはその生物の知識であったりあの薬学で学んできた知識がまあ応用されてあのまあ英語は多少読めなくても、まあ、この結果はこんなふうになるのかとかですね、えー、ありますので。 まあその十分その知識むしろ知識ですねを入れていって、まあ、その読み慣れるっていうその速読っていうものをですねトレーニングしていけば、まあ、戦っていけるのではないかというふうに考えていますまあ結局やっぱ英語力で叩くっていうのがもう本当もうこの医学部編入試験の王道なんでだからまあもう森鉄の問題ですよね要れ <laughs> <laughs> ちょっとねあんまりトフルとかトキとか知らないっていうのはわかるんですよトイフルっていう人は絶対トフルのことよく知らない人なんで <laughs> まあそれはすごい気になるんですが、まあ、それよりも、えー、じゃあ読めるんですか英語。でトフル60点取れるっていうんだったら、まあ、普通に日本人が取る場合っていうのはリーディングで押し切るっていうのがまあ多いと思うんですよ。あのー、はっきりその精読はわ、あのーまあ、かりませんけれども、まあ、十分に読めてるかなっていうふうには思ってます。 まあ公式の問題集だったりとか、まあオンライン上で見れる問題とかあるんですけど、トフルは。はい、そういうのは見たことはありますか。トエフル、あ、トエ、トエフル。トエックです。<laughs> トエイックじゃありません。<laughs> 混ぜてくるな。<laughs> トエフル。はですね、えっ、ー、と、まあ市外科大学で、あの似たようなその文法問題が。出るっていうことで、あのアドバイスをいただいてたので、トエ、トエフルのその。えー、文法の問題集を、あの利用してました。 トフルに文法は出ません。<laughs> トフル I. B. T. に文法は出ません。出ませんでしたっけ。はい。ごめんなさい。違う勘違いしているかもしれませんが。はい。それは。何ですか。I. T. P. じゃないですか。それは。あ。そういう、そういうふうにも、なんかいろいろあるんですね。はい。ありますし。えっ、ー、と、まあ、I. T. P. で受けれるとこなんかないです、ね。はい。大学は。そう、例えば、リーディングで、その、まあ、これだと押し切れない感がすごいあるんですけど。 ここにドイツワーキングホリデーと書いてあるからにはですね、<laughs> 何かしらのことがあるんじゃないかと思ってるんですけど、え、じゃあ聞いたり話したりするのはどうなんですか今から森哲があの英語で質問するんで、英語で答えてください。Can you introduce yourself briefly? す。みいません、わかりません。<laughs> <laughs> 簡単に自己紹介してくださいって言っただけですちょっと早くてぜひお願いします英語で自己紹介あえっとドイツ語の方がいいんですドイツ語で僕ら分かんない科目にないんですけどドイツ語じゃあスピーキングはできないでいいんですかスピーキングは練習を全くしたことはありませんねライティングはライティングもドイツ語だったらわがくて聞いてないですけどはいドイツ語じゃなくて でもただライティングはあのあと型が等があってそれに合わせてその書いていけば点数にはなるっていうふうにあのお聞きしてますのでえまあその括弧ととかその読むことっていうのはまあ日本日本人の得意でもあると思うのでまあそれをとにかくトリ,クリーニングしてえ頑張っていこうと思っているんですけどもなるほどトフルはまあそういうふうに対策してくる人がいっぱいいるからいろいろ変えて どん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 難しくなっってていいいるわけでですね話もあの規模金額54万円ってことなんですけど入学料と前期だけっていうのはどういうことなんですか,か、まあ、薬剤師としてあの働いてきましたのでその貯金を考えたときに、まあ、その来年の、まあ、生活費と受験費用、まあ、受験費用の中にもその、まあ、手続き代とあとその、まあ、交通費等も考えても、えーとまあ、十分に払える金額ですが。 まあ入学金とあと、前期分の,です、ね、あの金額がどっとこう入ってきあの払わなければいけなくなりますので、まあ、そこはそのあの支払いができない、今、貯蓄としては支払わない状況になりますじゃあ、ただ、今貯金が少ないってことなんですね。はい あの控え室でそれも確認したんですけれども、え銀行口座ですかいいやそうじゃな本当にこののお金ないのっていうふうに聞いたんですけども、<laughs> はい、まあ、ワーキングホリデーで行ったりとかもしてきたんで、実はお金ないですっていうことは正直におっしゃいましたんで、なんかもう、僕の今の印象としては、なんか予備校とかも利用された方がいいような印象があるんですけど、それはもう今後、独学でやられる方向なんですか はいえっ、ーと,えー、と,と思います、まあ、その理由としてはあのツイッターの,あの合格者の方にお聞きしてで、まあ、このようにこう勉強した方がいいよっていうふうな形で、まあ、同じその境遇で薬学部卒薬剤師からの受験という形で合格された方がいらっしゃいますので、まあ、同じように、まああのまあ、大学は違いますけれども、まあ、やっていけば十分に可能性はあるのではないかと いうふうふに考えております自分に自信があるんだかなんだか分からないんですけど、まあ、お金ももしかしたらないかもしれないんですけども、やっぱそこは、まあ、とりあえずは、もううう無課金でででいこうみたいな感じすすねそうですねそ予備校の費用も、やはりその、えー、と1年間で120万、まあ、オプションをつければ140万ときますので、まあ、あの支払うことは到底できませんので,、えーまあであの、もし予備校通わなくても、ここが可能性があるのであれば、そちらに選ぼうっていうふうに決めてます。 でもトフルの受験料は出すんですね。はい、頑張って出します。一回いくらとか知ってますか。えー、はい、二万円ですね。二万今の相場だとまあ二万八千円ぐらいですけど、あの為替だと食費等をあ、はい、削って六十点必要なんですよね。六十点以上必要です。何回も多分受けないと無理なんじゃないかなっていうのが。 正直なところですけどお金ない分その一回一回にあのもう、まあ、死ぬ気でといいますかあの全力で、えー、取り組んでいきたいと思います。か途中でね細井さんが言ったように子供っぽいっていう話があったじゃないですか僕も思っていてあの細井さんと比べちゃいかんよこれ同い年だからってね。だけど僕もやっぱり32歳にしては 特に志望動機とかがとても子供っぽくてそれもし面接の時言った時に相手方はその言葉に響いてあこのこの人間をうちの医学部に編入で迎え入れようと思うのかなっていうのがずっと僕の中にあったんですけどその辺ってどうなんでしょうか佐藤さんなんか子供っぽいって細井さんに言われ僕も感じてますけどなんか覆してもらえませんかはい おっしゃるのも分かるんですけどただ自分ののの根源の中でではそれがまず一番のきっかけなんですねただその実際にその薬剤師として現場に立ってで患者さんとあの、えーまあ、その対応するこ機会が、まあ、あったんですけれども医師の方と同様にです、ね、あのまず、あ、症状の確認であったりあの まあ、喫煙してるかどうか、アルコールを飲まれてるかどうか等ですね。まあ、聞く。まあ、要は生活にこの患者さんの生活に密着してまお話を聞いたりするんですね。で、そういったことをですね。もう毎日毎日こう繰り返していくとまあ、だんだんですね。その愛着と言いますか？あの、患者さんとのま信頼関係等が生まれて。 で大体いらっしゃる方があの高齢者の方なんですね、まあ、1ヶ月に1回、2ヶ月に1回、3ヶ月に1回とこう来て、ですねその患者さんと話していく上でで、すねその方の腰が痛いとか、頭が痛いとか、ですねいろいろ話を聞くんですね。で、まあ、そういったあの話を聞く中で、まあ、薬のことをまあお伝えはできるんですけれども、医師の方みたいに、ですね何かこう自分でこうあの手を加えて、何かをすることはできないので、まあ、とにかく聞いてあげる。 あの椅子に座られてて、こうあのこう見上げる形で、あの今日うどうですか、調子どうですかと聞いて、ですねそういう話をたくさん聞く機会がありますので、まあ、そういったところで、あの患者さんにもっと、あのまあ、地域の方にもっとあのより良い医療をですねあのこう送,送り届けたいなっていう気持ちが強くなってきたのもありますなんかそれがやっぱ、子供っぽいんですよ、ね、なんかこう夢見ちゃってるのかなみたいな感じを感じちゃうんですよ。 やっぱりもう32歳であれば、まあもちろんね、その、成り立てだったりとか、そういう思いを抱くっていうのはいいんですけど、正直もっと下世話な理由でいいと思うんですよね。あのー、あまりにクリーンすぎるというか、毎日毎日患者さんと話してて、目を見てたら、この人を救いたくなったみたいな、いやいや、どこのドラマやねん、みたいなね、うんうん、ってなってくるんですよ。だからそこで僕らは多分ちょっと邪水しちゃってるんですけど、やっぱりその作ったエピソード感があるっていうところに、まあ多分そこ、もしかしたら違うかもしれない。申し訳ないんですけどね。 なんかもっと根源的に何かあるんじゃない例えばコンプレックスとか。本当は昔から医学部行きたかったとか。または両親に身の回りに医者がいて、それに対する自分が北里だったとか、薬学部だった。そういうものがあるんじゃないかなって思うんで、むしろそっちを出した方が、僕らとしては32歳で医師を転換する動機としては、おばあちゃんの顔を見て、しゃがむのが辛そうだったからって医者になろうとは普通思わないでしょって言ってるんですよ。心の中に渦巻いているものは何なのかっていうのを、 見極めないと本当の原動力はこの人にあるのかどうなのかただ上っ面で言ってるのかが分からないからそこをちゃんと言えっていうふうに岩井さんは言ってるんだと思いますよ実はあの,あの一浪したってお伝えしたんですけども実はその医学部を目指しておりましてコ <laughs> ースっってていうのに入っておりましたでそこでですねあのあの勉強をしてたんですけどもなかなかその模試の成績がこうあまり良くなくて。 あのまあ、いろいろ相談、中途の方に相談していただいて、まあ、その時に違う道もあるよということで、あの薬学っていうふうにあのあの教えていただいてであの、薬にも興味はあったので、それであの進学ししたたいう経緯が実はありましたやっぱりその時のコンプレックスは、今もあるってことこですかコンプレックスっていうふうには思ってなかったつもりなんですけれども、もしかしたらそういうのも引っかかっていったのかもしれません。 ももととなぜ医学部を行こうと思ったんですすかその時に、まあ、バスケットボールをやっていたとお伝えしてたんですけれども、まあ、その時にこの足をこう骨折したことがありまして、まあ、その時にあの、えーとまあ、治療機関等あっていろいろ整形外科にかかっていたんですねその時にあのすごいな治療って治せるんだなとかっていう形であのあのすごいなと思っていたので、まあ、なんとなくその医師になりたいなと思ってあのずっと考えていました。 これはどうやって知りましたじゃあ受験本家の令和の虎さんがあのなんか関連動画かなんかでこう出てきてそれでその見始めてあすごい面白いなっていうことでそのディベートされているところがあのすごく面白くてでそのまあ年はその若い方からこう高齢の方もいらっしゃったんですけども自分と同い年の人が受けているのを見てすごい勇気をもらって。 でそれを見ていた時にあ受験先輩もあるっていうふうに知りましてあ、まあそれであったらそのお金もないし、まあ、これにかけたいと思いましてあの応募させていただきましたうんななんだろうねこの空気感はねちょっとなんか入ってこないっすねなんかだろうねなんだろう,、ね、<laughs> うなんかこう、うん 僕,僕も子供っぽさを感じるんですけどそのエピソード自体はまあ僕は何でもよくて別に近所のおばちゃんが腰悪く足腰悪くてでもいいんですけどなんかだったらそれをこう端的にまとめてある程度人に伝えるっていう力が高校生ならともかく10代なら、まあ、ほぼ同じぐらいの年齢なので、うん、あの完璧にできなくてもなんかもう少しできてもいいのかなっていう感じがしてて質問に対して全部過去の思い出をなんとなくボヤっと引っ張ってきて時系列に話してって。 で質問に答えてるような感じにするっていうのでずっとなんか僕はあらゆるこうトラガーの質問が煙に巻かれてる感じがしちゃってるんですよねあんまり中身がないのに話が長い <laughs> 言ってしまえば、まあ、いい一番岩井さんの嫌いなタイプじゃないですか結論からも出ないしで一生懸命聞いててあそういう話だったのかみたいなことになっちゃうんだよね。 だから全部それを面接の時にどうなるんだろうって思いながら聞いてると、いや、これで大丈夫なのかなって思いちゃうんだよね。だから学歴は低くても受かった子の特徴っていうのはやっぱりその英語ができたのとべしゃりが上手い子なんですよ。だからどっちもないんで、まあちょっともしかしたら佐藤さんの過信というか、うん、まあ受かると思ってるかもしれないけど、もっと思ってるよりもみんな喋るのが上手いですよ。要は、うん あの面接官にねアップルまあ僕らも練習参加するんでうんだからそこがどうしても引っかかってんですよね面接では喋りが肝心志願者のトーク力が試される果たして医学部進学の夢に手を差し伸べる虎は現れるのかファイナルジャッジは目前いよいよ志願者によるラストステイトメント では時間も経ちましたので佐藤さんえっと最後のアピールをお願いしますラストステートメントですどうぞはい、えー、まあ今回このような機会をいただきまして、えー、ありがとうございましたまあいろいろこうアドバイスをいただきまして、えー、まあ自分がまだまだ甘いかったりですとかまあこの32歳というにもかかわらずまあそのまあ 基本的に患者さんとはお話は聞いてきた、あのよ,くよりです、ね、その伝えるよりは、まあ、どちらかというと聞いてきたという側だったので、なかなか、そのトーク能力というところはちょっとあの貧しかったのかもしれませんが、あのまあ、医学部編入試験、合格するという気持ちはです、ね、あの強くありますので、ぜひご協力のほどお願いいたしますえと最後に改めて申し上げておきます、彼は自らが条件をつ,つ,つけたということですね。えー、と受かってて初めお金は動く というところを認識した上でご案内ください。えー、ではファイナルジャッジメントです。えー、細井先生どうぞ。はい。うん。まあ同じ業界なんでね。20万円。はい。ありがとうございます。まあ合格したらっていう条件付きなんでね、ちょっとこちら側に有利ですけども、うん。まあここに出てきたっていうのもあるし、まあ千葉県っていうね、まあつながりもありますんで。 まあ少しね気持ち出してあげてもいいかなと思うんですが、まあ、本気でやるんだったらちゃんとまあそうですね、まあ、僕らのサービスなりを使ってやるべきかなと思うんでそれを後で返せばいいと思うんですよね、うん、だからそういう提案も今日はした方が良かったんじゃないかなと思いましたえでは小林さんすいませんナッシングでお願いします。受、はいまあ、受かるかかかるるどううだけで言うと僕は受かる可能性も 少しあるのかなと感じたんですけど、やはりまあ、このダイガーファンディングという場で。志望動機だとか、の一貫性だとか、思いってものが、僕にはちょっとなかなか伝わらなかったなというところで、申し訳ないです。ええー、やめさん。はい、ええー、すみません、ナッシングで。ね、何も入ってこなかったです。ちょすみませんが。はい。じゃあ、森田先生。じゃあ、僕は、中で。はい。はい。ええ、まあ。まあ、これ、まあ、受かったらなんですけど、まあ、受かった時に、その、トフル。 の持ち分かったらですね。トフルに使った受験料分ぐらいは出してあげたいなっていうのがまあ四回ぐらいですけど、ぜひまあ頑張ってほしいなっていうのがあります。はい、ありがとうございます。えー、では希望金が五十四万円に対して現在三十万まで積み上がっております。えー、最後松原さんお願いします。じゃ僕はあの残り全額ということで、うん、これでいいですかね。えっともう一度ですね。はい。はい。はい、はい。あのあ人柄が非常に良かった。 というところを評価したところと、あと、まあ、受かった後の金額ということもありますし、まあ、僕は、あの、試験で受かかった場合は出そうかなと思いますあの、まあ、もっとコミュニケーション能力磨きながら、学力のところは、森手先生やあの細井先生に相談されて、やられたらいいんじゃないかなと、個人的には思ってます。はい、以上です。はい、では、この段階で、あなたの希望金額に出しました。えー、今回、肝臓ルです。おめでとうございます。 えー、ただし、まあ、条件付きですね。はい、よろしくお願いします。はい。あの、メディケイトも岡山校がございますので。<laughs> 合格した暁には、教室長をよろしくお願いします。じゃ、英語を頑張ってください,、はい。頑張ります。応援してます。頑張ってください。ありがとうございます。自ら提示した条件下で、見事オールを獲得。厳しい戦いの中、思いをぶつけて、虎の心を動かした。 死亡大学合格を目指して、男は再び歩みを進める。医学部進学への道、その挑戦は続報を待て。